はい、こんにちは、たかしです。今日はね、アルファード、このキャンプに乗っかってってる車アルファードなんですけれど、この車のですね、タイヤを今ね、ちょっと交換しに行こうと思ってます。で、どういうタイヤにしようかっていうと、あのオフロード用のボッコボコのさ、あのブロックタイヤってあるじゃないですか。アルファードにね、あのタイヤを履かせようと思ってるんですよ。でね、いいお店を見つけたんで、今ね、そこに向かってるところです。結構なんか山の中に入ってきました。うわ、そこの奥だ、多分五分山、ここだ、ここ。ほら、ボコボコタイヤ売ってる。これっすわ、最後のノーマル仕様。今在庫があるからやってくれるらしいっすよ。最後のノーマル仕様です。これが変化します。やべ、出来上がった。めっちゃかっこいい。すげえな、これ大タイヤでかくなりましたね。すげえ。めっちゃいいっすね。かっこいいな。かっこいい。はみ出しとか、あの干渉はありませんので、はい、今のところ問題はないです。ただフル乗車してお荷物いっぱい乗せたりしたときに、まれになんですけど、こうサスペンションが沈んだときに、手だけここにぶつかるかもする場合があるんですよ。このところまだ、1例ぐらいしか聞いてないんですけど、ってもそんなガガガガガってするわけじゃなくて、はい、カッとするぐらいなんで、まあ、これよりもう一回り大きいのつけたことあるんですけど、それはやっぱもうクリアランスが数ミリしかないので、街中でもやっぱちょっと擦っちゃうんですけど、ここまでは全然問題なく今使えるサイズなので。めっちゃかっこいい。今もうアルファードとかも流行ってて、リフトアップとかするパーツも出てますから。そうなんですか。スプリングルとかも出てますので、そういうのはやってくれないんですよね。うちの店舗ではちょっと足回りできないんですけど、あの姉妹店が正常タイヤっていうのが世田谷にあるので。あ、そうなんですか、はい、そういうところだとできるんですか。できます、できます。さっきのあのなんかこういうのを色変えてくれたりとか、そういうのもやってるんですか。そういうラッピングとかそういう塗装はまた別の業者さんに頼んでるんですけど、うちすぐそこの近くにあのラッピング屋さんがいるんで。あ、そうなんですか、はい、あれ塗装じゃなくてあれ全部ラッピングなんですよ、うちが多いデリカ。え、これ、はい、そうなんですか、はい、すごい。え、全部こういう風にやっちゃうといくらぐらいするんですか。これはね、結構しましたね。しますよね。下、黒いのは純正なんですけど、上の青い部分は全部ラッピングで。ラッピングなんですか、塗るんじゃなくて、はい、で一番いい材質のやつ、3M のやつ、あの、まあ、長く使えるタイプにつけてもらったので、10円ぐらいかかる。かっこいい。できますね。いろいろマットブラックの感じにするか、こういう感じの悩んでたんですけれど、あのピカピカ仕様にしてね、よかった、正解。おお、かっこいい。かっこいい。今ね、全部終わって、もう今車出したところなんですけれど、なんかね、思ってたよりも全然ガタガタしない。ちょっと今テストでゆっくり走りながらいろいろ見ていきます。で、まずですね、これあのタイヤの外径が3センチか 3.5 センチぐらい大きくなったみたいなんですよ。でね、特にでもこの
こう運転してる目線というかね、それはあんまり変わんないかなみたいないうとこですね。でね、このハンドルが今までよりもなんていうのかな、こう軽くなった、間違いなく。どうしてなんですかね、よくわかんないけれど。でロードノイズはどうだろう、ちょっと閉めてみようかな一回窓を。ああなるほどね、今窓をちょっと閉めてみたんですけれど、今までよりも純正の時よりも若干ですね、若干少し音うるさくなったかなぐらいですよ。おう、いやでもね、もっとグワーッと音が鳴ると思ってたんで全然普通。あとはですね、ノイズだけじゃなくてこのなんていうのかな、乗り心地もうだいぶなんていうのかな、硬くなって乗りにくくなるとかっていう今お店屋さんのお話だったんですけれど、あれはね全然なんか気にならないかな。ちょっとあの高速道路とか乗っかってみないとまた分かんないんですけれど、今普通にこのちょっと一般道を走ってる感じでは全然平気だな、いいじゃないですかね。おお、なんかねいいっすよ。あでね、これ今の改造費は全部入れて30万円ぐらい、僕ね60万ぐらいかかると思ってたんですよ。だから半分ぐらいでちょっとね済んだっていう感じなんですけれど、という感じでですね、今ね20キロぐらい走ったんですけど、まあ、全然いい感じです、乗り心地。むしろなんかあのちっこいガタボコみたいなのをあのギャップをね吸収するんで、なんかねむしろいい感じですよ、すげえよかった。ねタイヤがグッドリッチですね、グッドリッチのこの KO2 っていうタイプで、サイズがどこに書いてあるんだ、これ16インチなんですけれど、235-70-16インチっていうやつで、あのめっちゃぶっといやつです、幅が。でこの幅入れてるアルファードってそうはいないらしいので、まあめっちゃだからね全体感としてこうでかく見える感じですよ、まあ、そんな感じですという感じで、アルファードにオフロードタイヤをくっつけてみたっていう感じで、なんかねアウトドア仕様にしたい人はぜひご参考にしてみてください。では